ようこそトマランの皆様、ニートマロです。こちらでは心理学また科学的な研究や様々なデータから動画作成をしております。アダルトコンテンツではないためご了承ください。特に好きでもない人だったけど体の相性が良くていつの間にか好きになっていた。ムカつくことばっか言うし失礼だし下品なあいつ、なんか気になる。こういった経験はありますか？これはあるホルモンのせいだったので、さて今回はそのホルモンについて見ていきましょう。チャンネル登録してね。1. そのホルモンって何？何か失礼な発言をされてこいつムカつくと怒ると脳内でエンドルフィンが分泌されます。エンドルフィンは苦痛を感じた時に苦痛を麻痺させるために分泌されます。麻薬のような効果モルヒネの6倍以上の鎮静効果があるので脳内麻薬とも呼ばれています。例えばジョギング中苦痛に耐えながら30分ほど一生懸命走っているとします。途中から苦しい、疲れた、無理だという感覚より気持ちいいという感覚の方が上回ります。これこそエンドルフィンの効果です。2. エンドルフィン依存、喧嘩するほど仲がいいというカップルや夫婦がいますが、これは定期的にエンドルフィンを分泌しているからと考えられます。周りから止められてもひどい男、ダメ男にいつも引っかかっているあなた、それはエンドルフィン依存になっているせいです。なんであのダメ男に戻るの？不思議ですよね。エンドルフィンは脳内麻薬で効果が切れるとまた求めてしまうのです。相手に対して怒るという苦痛が与えられないと麻薬が切れたという状態になって苦しいとなります。だから麻薬が切れたかのようにあのダメ男の元へ戻ってしまうのです。3. 体の相性がいいと恋に落ちる。セックスをした時のオーガズムではベータエンドルフィンが分泌されます。また特に好きでもなかった相手に対して体の相性がいいと感じることであれもしかしたら好きかもと恋に落ちるケースがあります。これはベータエンドルフィンのせいです。さらにこのベータエンドルフィンは美味しいものを食べさせてもらった時にも分泌されます。女性は男性からデートに誘われて美味しいお店に連れて行ってもらった後にこの人のこと好きになっちゃいそうと考えやすくなります。デートで連れて行くお店はいかに重要か分かりますよね。狙っている子には美味しいと思うお店に連れて行ってあげましょう。以上脳内麻薬エンドルフィンでした。ツンデレもこの原理です。気をつけてね。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。バイバーイ。